ウェルカム、ウェルカム、いらっしゃいませ。エピソード4かな?これ。エピソード4だと思う。忘れちゃった。まあ、次回の作品って、すごく好きな部分がいろいろあったので、今回は、ね、その、前の作品で好きだった部分をちょっとコピーペーストして、いつもはネットからのイメージを集めてるんですけど、今回は自分の、描いた絵から何かを作り上げたいと思います。この羽、前の動画見た方は覚えてるかもしれないけど、この羽の部分がすごい、好きで、なんかもったいなかった。これを何かにしてあげないと、前の、ぶっ飛んでる絵で終わらせるのが、なんかもうちょっと完成度が欲しかったから、まあ、羽だから、二つ並べて、他のいらない部分を消していきます。で、もう、これはもう出来上がってる絵をコピー、カット、ペーストしてるので、結構、もうこの時点で、前の絵の、あとこの横の部分も気に入ったので、そこもカットして、ペーストして使います。で、このミラーしてるので結構もう出来上がっちゃうんですけど、目がありますね。もうこれは顔ですね。どう見ても、顔、全然描くつもりじゃなかったんですけど、顔になっちゃいましたね。目、宝石みたいな部分が目になっちゃって、そして、まあ、なんでもミラー、鏡、ミラーするともう顔みたいになっちゃうんですよ。人間の顔って半分に分けて両側同じなので、結構何でもそうやって鏡にしちゃうと顔になっちゃうんですよね。英語でセメチーって言うんだけど、日本語でちょっと言葉がわかんないけど、セメチーにしちゃうと顔になっちゃう。もうこれはなんかバッファローかなんかに見えるね。バッファローじゃなくて、ネイティブアメリカのバイソン。でもそれじゃもう出来上がっちゃうので、ちょっと消します。バッファローじゃなく、します。なんか鼻、鼻みたいなのがあって、口みたいな部分もあったので、それもちょっと消します。で、こうやって二つに分けて、まあ、なんか天使みたいな羽にしたいなと思って、二つに分けちゃいました。で、蝶々の体の部分かな?これ。って思いながら、もう鳥のくちばしになっちゃいました。なんかさ、天地の羽にしようと思ってたんですけど、その真ん中に黄色を入れた瞬間にも、ああ、これはもうくちばしだなってなっちゃって、天地にはしません。今は目のその距離をちょっと、調節して、やっぱりこのちょっと広め広めの目が気に入って、そのじくりませんでした。結構鳥の顔ってもう何千種類もあると思うんですけど、フィーネックスとかなんか都市伝説的な鳥も
いて、そういうのを書いてるのかな。わかんない。まあ見えてきたところに影を入れてって、このちょっとアブストラクトな状態をもっと リアルにしていきます。もっと 3D、 あのフィジカルってなんて言うんだろう。あ、肉体的だとちょっと違うんだよね。まあ、あの現実にしていく、あのモダンアートじゃなくてアブストラクトの世界からちょっと現実に入れていきます。この生き物、明らかに生き物ですね、これは。うん、例の世界の何かを現実にフィジカルにします。うん、まあこういう細かい作業なんですけど、そういう細かいところをちゃんと忠実にすることによって見てくれる人が何かを感じると思うんだよね。そのちょっとずつコツコツと作ってた作品には 何か特別なものを感じるんですよね。なんだかわかんないけど、なんか絵に愛情を入れるっていう感じなのかな。なんかトマトだったりお花だったり何かを育てるときには話してあげる、で話してあげて、その愛情深いもの、ことを言うともっと元気に育つの、お花とかで。逆にひどいこととか言うと枯れたりするっていうのはもう存在してるリアルなことなので、まあ僕が言おうとしているのは、そういう愛情を絵に入れると、それがちょっと何らかの方法で出てくると思うんだよね。でまあそうやって細かい作業を丁寧にゆっくり愛情を愛情か分かんないけど、まあ意識を与えることによって何か絵に入れるのかなって思ったりする。でこの絵のスタイルというか、この絵の見た目は半分に割って右左写してる、鏡みたいに写してるので、片方しか描かなくてもいいっていう便、なんか楽なやり方ですね。片方だけ描いて満足した時に、まあフォトショップデジタルなのでコピーしてフリップして同じこと2回もしなくてもよくなるのが、やっぱりパソコンのいいところですね。まあ実際にインク使ってペイントすることもできるんですけど、それだったら多分ミラースタイルの絵描きませんね。その両方ともちょっと違う感じの絵を描くと思う。でまあパソコンデジタルっていうことで、こういう完璧に両側ができてる絵を作るのが楽しいんですよね。うん、なんか目とか描くとき結構緑が多いんだよね。
あの緑の目が結構あの綺麗と思ってる、まあ、目すべて綺麗なんですけど、緑の人の目を見るとなんかすごいグワッてくるね。なんか、うん、なんか鋭いルックをしてるね。で、ここの部分は薄く、あのちょっとなんだろう、青、後ろバックグラウンドが青空っていう、感じがしますけど、その他に、なんか薄青い霧ミストみたいな、青いミストみたいなところにこの、 鳥の顔があるっていう感じでも見られるかもしれない。なのでちょっと端っこの部分とかは薄くフェードアウトしてます。なんだろう、そのエッジを果てをはっきり書いちゃうと、なんか絵が軽くなっちゃう。なんかそのエッジをゆっくりフェードアウトすることによって、この絵になんか深みが現れることに気づいたんだよね最近。なんかはっきり描くっていうのはいいんですけど、あの漫画とか全部線じゃないですか。全部はっきりと形にできちゃってる感じの絵で、すごい、それ以外に何もない、なんだろう、ちょっと言い方わかんないんですけど、日本のその障子襖の襖とかに描いてた絵のスタイルが、このフェードアウト的な絵が多いんですよね。全アートって言って、よく見ると思いますけど、山だったり、竹やぶだったり、なんか、まあ、マスターが描いた絵とか描き方とか見ると、もう筆を10回ストロークするだけで絵が出来上がっちゃう感じの、もうすごいスタイルなんですよね。あとなんか竹を描く場合はこうやってワンストロークして、その竹の茎の部分チュッチュッチュッってやって、葉っぱをチョンチョンってやって、フェードアウトするんですよ、影を。そうするとなんか霧、森の深いところに竹やぶがあって、なんかその朝早くできた霧の中になんか竹があったり、その山とか描くときも本当にちょっとだけシェードを入れてフェードアウトして、その山のてっぺんの部分だけなんか濃く描いて、それをすごくうまくやると、その見た人が霧に囲まれた山って見えるの、まあ脳がそう見えちゃうんですけど、つまり、まあ言うの今説明すごい下手くそなんですけど、その霧みたいな感じでフェードアウトすると、その霧の向こう側にある何もないんですけど、何かを脳が作り上げちゃうんですよね。
だから全アートはその山のてっぺんを描くことによって見た人がその霧に見えなくなってる山の下の部分を全部あの頭の中で作り上げちゃうんですよね。だから本当に1分5分ぐらいでもうすごいあの写真みたいな絵をあの作り上げちゃう、本当にマスターの、あの描き方ですね。すごく楽にあのエネルギーを使わずに美しいものを描くっていうのが禅アートって言ってすごく好きですそういうなんか、うん、プロの、まあ、何年も何年も経験を重ねてきてあのできるようになった技術だと思うんですけど、すごいあのそれがすごい気に、そのやり方がすごい好きなんですよね。ちょっとだけチュ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 ってあの墨で濃いシェーディングを入れて、もうなんか霧の山がいっぱいある、なんかそういう風景を描けちゃうのがすごいと思う。あと筆で5回5ストロークストロークってな日本語がわかんない、まあ5回筆をちょん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 ってするだけでもう竹の木ができちゃったり、もうそういうなんか すごい好き。 Anyways 今描いてる絵はさっきコピーして左側にペーストしたんですけど、やっぱりあの完璧に両側が同じだとあの脳が気づいちゃうんですよね。で何かあのクオリティがなくなっちゃう、何かあのね気づいちゃうんですよ脳が。だから今は失礼、今は左側のその光の当たり方をちょっと変えてるんです。右と左をこういう細かいところであの違うあの光ライティングにすることによって一個のものに見える、なんだろう、あの半分でミラーしちゃうと同じものが2つあるように見えるんですけど、ライティングを両側違うことにすることによってこの顔が一つになるんですよね。まあ今日はこんな感じですね。あの前の絵のもったいないと思った部分で、あのね、あの無駄せずに使いました、いいと思ったところで、これからも多分こういうのが多いと思います。なんかネットから集めた絵がいい感じになれば、その作品からちょっとカットしてあのこういう一部分を鳥にしたり、まあわかんないよ、何か昆虫もできるんじゃない、あと人の顔もできればすごいと思うけど、まあ、あの、面白いと思った方は、あの、登録してください。あと、できればコメントとかで、あの、思ったこととか、あの、分けてくれれば、すごく嬉しいです。あと、この動画を見るだけでもすごく嬉しいです。あの、せっかく絵を描いてるので、誰も見てくれなかったら、ネットのどっかにデータが存在しているだけでちょっとあのまあそれでもいいんですけどちょっと悲しいですね。あの誰かに見てほしいのであのお願いします。じゃあまた会いましょう。